どうも、ソッペです。昼間ですね。今の、外の温度はですね、見づらいですけれども、6度となっております。今日は簡単に、昼ご飯を社外飯っていうことでやっていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。はい、今回の食材はですね、もう出来上がってるご飯ですね。こちらの方はですね、去年北海道の、ブラックアウト時に、近場のスーパーでなんとか並んで購入したご飯になります。まあ実際棚にしまりっぱなしなんで、このままだと食べることなく廃棄してしまいそうなので、まあこういった使い方で消費していくのもいいかなと思います。それとですね、サバ味噌煮、こちらの方がですね、しまってあったのを見つけてですね、こっそりと出して使いたいと思います。あとはですね、今回のお酒、増毛町にある国丸さんのお酒になってます。まあこちらの方を飲みながら、もう今もうすでに飲んでますけれども、さらに飲みながら昼間からグダグダとやっていきたいと思います。はい、では早速準備を始めたいと思います。こちらの方ですね、もう自宅の水を使ってですね、いきます。で、ちなみにこれはいつもの板ですね。マルチルームに置いてある板、もしくはダイネットのそばの玄関というかですね、そこに引く板となってます。これがまたなかなかいい感じですね。こんな感じで、もう酔ってるから全然もうパズル感覚で全然解けませんでしたけど、ね、こちらの方、こちらにこのアイボンベの方もですね、キャンピングカーの中に入ってたんで、かなり冷え冷えです。全く炎は見えないですけれども、音だけはゴーゴー言ってません。とりあえず強火。気をつけてください。気をつけてくださいよ。とりあえず蓋を押して、これでとりあえずお湯が沸いたらですね、ご飯を温めるっていう、ご飯を温めて、熱湯で14分、結構なもんですねこれ。温めて、その後ですね、こちらのサバ味噌煮を、これもあれですかね、本当は蓋を開けて火にかけて温めればいいんでしょうけども、まあちょっとどうなるか、まあちっちゃな網とかあれば調整でこう温めることはできるんでしょうけどもね。何にせなんちゃってキャンパーなんで、何にも道具がありません。こう行き当たりばったりでやるとどうなるのかですね。そして何が足りないのか、まあそういう確認も込めてやっていきたいと思います。で、こちらの増毛町の国まれ、もうこちらのだいぶ飲んでもうないですけども、昨日買ったんですけどもね、もうほとんどないです。引き続きこれを飲みながら、お湯が、水が沸くのを待ちましょう。まあ、北海道の、雪があるところなので、まあ、こうやって直接もう冷やしながらですね、待ちたいと思います。ご飯の方ですね、まだ全然ぬるいんですけども、もう今からもう入れておきましょう。このバカみたいに熱くしとく必要もないのでね、もうとりあえずもう入れちゃいます。入るかどうか微妙です。待ちましょう、こうやって。おもり代わりにですね、もう乗っけてみましょう、これ。サバ味噌煮でございます。今日はですね、ただの
白米の上にただ乗っけて食べるっていう、何の手も加えず、今日の昼ご飯はあっさりと簡単に終わりたいと思います。はい、キャンピングカーの方もですね、冬場走るとですね、思いのほかリアだけはすごい汚れます。これ鉄粉がすごいつきますね。側面はまだそうでもないんですけど、やっぱ後ろが、これ雪解けになるとですね、まあ、キャンピングカーを洗いに行かないはなんないですけども、なかなかキャンピングカーを洗えるような場所もスタンドもなく、ちょっと大変なんですけれども、さあ今はですね、どの程度お湯になってきてるのか確認したいんですけども、あったかいですね。あったかい、まあ暑いぐらいで、まあ、手を入れれるけども、あ、まあまあ悪くはないですね。一旦ご飯、はい、お酒をいただきたいと思います。ああ冷えててうまいですね。ではいい感じで沸き始めてきたんじゃないかなと思うんで、開けてみたいと思います。あ、いい感じですね。ご飯の方はいい感じで、あー沸いてます、沸いてます、お湯が沸いてます、お湯になってます、いいですね。これ出しちゃうとですね、まだ冷えちゃうんであれですけどね。よし、頑張れ、投入しちゃいましょう。投入って、いい、これどうやって取りますかね、全く考えてなかったです。とりあえずもう火の方は止めてですね、ちょっとそのまま蒸していきますか。これはまずいわけはないですよね。手間暇かかってますから、まあ家で食べたらまあ普通かもしれないですけども、こうやってですね、車中貝飯、これはうまいんじゃないですか。別にキャンプじゃないんで、キャンプ飯ではなく車貝飯、いいですね。これなかなかいいんじゃないですか。これ、まあ、これのこの熱いウッドで取りますかね。まあ、取るのもあれですけど、まずこの温まったご飯はですね、器の方に、器っていうかね、どうですかねこれ、どうですかねこれ、盛り付け、盛り付けただ入れるだけですけどね、庭先なんで、ほっと家に行って洗えばいいだけなんで、こんな感じでですね、湯気の方は大した出てないですね。残念ですけども。まあ、とりあえず、ぬるいご飯の方が出来上がりました。こちらの方をですね、さっき沸騰してましたんで、どうやって取るかっていう話ですよね。まあ、この後お湯はとりあえず使わないんで、まあ、投げてもいいんですけどもね。あ、熱いですね。熱い。まあ、あったかいですね。まあ、でも、取れるかっつったら、結構、まあ、あった、無理ですね。はい、はい、残念ですけどね、本来このお湯をうまいこと使ってですね、コーヒーなんて飲めば一番いいんでしょうけど、厳しいです。まあ、ぬるいご飯の方に乗っけて食べたいと思います。まあ、普段あれですね、うお、いきなり、いきなり、いやー、もうがっかりですね、これ。がっかりですね。いきなり開けた途端に、これは、がっかりですね。もう手が、汚くなっちゃいました。もう、まあ、でもですね、北海道はありがとう、雪があるんだよ。雪で、手を洗えばいいんですよ。とりあえずね。ということで、これを、ただそのまま。そのまんま、温まったご飯の方に乗っけてですね、はい、出来上がりといただきたいと思います。どうですか、見た目は悪いですね。見た目悪いですけども、